私立遠平高級中学は台湾台北市にある高中、完全中学として国中部を併設する。台湾で私立トップの学校であり、長年台湾大学や世界ランキング100位大学合格者数が台湾一であることで知られる。1945年台湾の行政権が中華民国に接収されると、 日本の大蔵省に所属していた首相用と弁護士の総進衛が台湾に帰国し、炭鉱業界の有力者とともに、遠平大学の設立計画を立案し、林剣道に理事長への就任を依頼した。学名は、遠平軍を低成校にちなみ林剣道が、遠平大学と命名した。1945年9月に、生徒募集を開始したが、設置が区下不足により、 大学として認可されず、遠平学院の名称で、経済、法律及びや幹部での開始となった。同年創術説の夜に、私立海南商工学校の運動場を利用しての開校式典が実施され、千百余名の学生を前に、首相用は、社会混乱の台湾に一条の巧妙を提供する、ものであり、安屋の荒野の傾向であると訓示し、台湾人により初めて設立された、 高等教育機関が誕生したのであった。最初の学期が終了し冬休み期間中の1946年2月27日、台北市遠平北路での闇タバコ取り締まり事件を発端に2.28事件が発生した。当時遠平学院に在籍していた学生は、国立台湾大学や国立台湾市範大学の学生と連絡を取り自体に対応した。 しかし数日後軍隊が学校内に進軍、学内から多数の武器が発見されたことを理由に閉鎖された。228事件後の台湾社会は混乱を極めたが、その中で林剣道をはじめ学校関係者は学校再開のために奔走した。その結果1948年9月に延平高級補修学校の名称で再建され、 サイモン国省の校舎を利用しての授業が開始された。教授人でも、各界の名士を招聘し、後に総統に就任する、李当期も教団に立っている。当初304名の学生であったが、後に10倍の規模となり、1953年には、現在の建国難路に校舎が建設され、1959年の学生改革に従い中学として改編され、現在に至っている。 1953年に現在地に移った当時は2階建て、校舎1棟という規模であり、周囲は水田に囲まれていた。この環境により、水上大宮と称された。初期の学生募集は、順風満帆でなく、当初は5年連続で1クラスの募集に止まり後に、ようやく3クラスまで拡大された。当時の初、中部、高中部ともに受験に失敗した学生の、 避難所としての性格が強かった。1968年に9年生義務教育制度が実施されるに至り初中部の経営状況が好転してきた。1979年8月に中高一貫教育クラスが編成されると高中部卒業生から全国の国立大学への進学者は大幅に増大した。現在では公立大学への進学者比率は 全国15名以内となり、私立校中の中では、トップクラスの数字を実現している。1989年に進行者が落成し、現在に至っている。市、俗運局、義士文延平軍王帝政校が構成進法、その封章先、敬語先生氏、正忠金、白木里子隆史立足財教演、っぱなし、目ぜ大勢に延平延平延平教。 残留遠平霊術、政党中霊術、政党中現在中国語の広報誌は、遠平青年社により編集された、遠平人及び、遠平青年が刊行されている。英文版としては、ザ・ファイヤーフライが、高2の学生により編集され、外国語センターより発行されている。現在活動場所の制限から、学生の課外活動は、遠平青年者及び外語船、おさむ家庭を除いて、 半期参加制度を採用している。外国語センターは、外語戦、おさむ家庭を設置し、課外活動を合わせて行っており、先週者は他の課外活動に参加できないこととなっている。ありがとうございます。